お待始まりました。もちチャンネルです。さあ、やってみましょう。新企画ですね。手元解説、読解ということでですね。はい、今回からやっていくんですけども、さあ、どうなるのか。わかりません。1回目やってみたんですけど、取れませんでした。ちゃんとですね。はい、ということで、2回目の挑戦でございますが、これね。 ぜひ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いしますね。はい、続けてほしいという方、もね、これ、頑張っていくんで、大変なんでね。きますね。まず、プリンターがね、ちゃんと印刷できなくて、何回もヘッドをクリーンして、ね、はい。何度も印刷して、何枚目かわからないぐらい印刷しておりますので、やっていきたいと思います。はい、質問チェックしますね。あ、これ、慶応義塾大学、小学部、2024年、今年の問題でございます。はい。In Social scientists should try to figure out how to.、ねはい、アナロジーめっちゃ出てくるんですね、これね。はい。ね、この例えてるわけですね。この似ているっていうやつですけど、似ているもので、類比とかね、類似とかって言われるやつですから、そのミュージカルチェアスの例えっていうので、はい、このソーシャルサイエンティストたちっていうのは、こうしなさい。これをわかるべきだよ。ですね。どのようにこうするのかわかるべきだって言ってます。はい。あ私はあの、この、 副詞は三角括弧で書きますので、<laughs> もう破れちゃったよ。はい。<laughs> ね、関先生習ってる方はね、えー、この名詞になってると思うんですけど、三角は。はい。まあ、寸大通ってる方はみんな副詞だと思うんですが、まあ、あとはヨゼミとかね、当、えー、進の寸大出身の先生たちはね、はい、みんなこれ三角副詞ですよね。で、それの中で、えー、このサイエンスっていうのは、こうしようとしなさいと。ね。 解決しようとしなさいとか理解しようとしなさいはい何をって言ったらこうですね「how」というこのやり方をって言ってますさあ見ていきましょうマーク・ラ k ク・ティンクス・オブ・アメリカン・ポ e r ィー as a game of musical chairs、ね、はいマーク・ランクさんっていう人が「think of A as B」の構文でですね American poverty っていうのイコールゲーム of musical chairs だと思ってるよっていうふうに言ってますま、はあまあ例えてるわけですね はい、でミュージカルチェアウズっていうのは、ね、音楽椅子ってなんだよって思うかもしれないですが、タララララララっておなじみですね。イスとりゲームです。はい。まあ、それがわかんなくても読んでいればわかりますよ。ねえー、これがイスとりゲームだっていう言葉ですね。えー、読んでいくう。で、えー、それがわかんなくても読んでいくうちに、あこれがイスとりゲームのことだなっていうのはわかります。The social scientists like myself have focused so long on who loses out in the game. はいソーシャルサイエンティストですね私自身のようなって言ってますねはい私自身だこの人もソーシャルサイエンティストなんですよ、ね、っていうのはフォーカスとしてきたよって言ってますはいで「so long」長い間ですねはい何にフォーカスしてきたのって言ってこれが、えー、フォーカスオンであるっていうのがちゃんとね見抜けないといけませんフォーカスとオンがつながるなっていうふうに分かってくださいで、えー、何にフォーカスしてきたかっていうと誰が負けちゃうのかゲームの中でって言ってますはい ルーズアウトです、ね、あのだからチャンスとかを逃すとか機会を逃すなんていうのでも、えー、ルーズアウトっていう風に、ねえー、使ったりしますよ,よく、ね。アウトになっちゃうよって。しかしねそう、私たちはそれに、えー、注目してきたんだけど、でも、the real issue、本当の問題はこれだよって言ってますね。Is Why the game produces losers in the first place? そもそもなんでルーザーっていうのをゲームは生み出しちゃうのかなんでルーザーっていうのをゲームが生み出しちゃうのかその理由だよ。そこに注目しなきゃいけないよ。で、in the first place ですね。そもそもってやつです。で、why の塊と how の塊が並んでて、how the situation can be addressed ですね。どうやってその 状況っていうのに対処できるのかですね。はい。address ですね。はい。それに対処するっていう意味がありますね。deal with みたいな意味があります。で、he observes っていうふうに彼は言ったと。はい。observe にね、UK の意味がありますからね。彼は述べましたっていうふうに言います。で、述べてることがこの点々でね、また続きますね。コーテーションマークですね。これがあって、はい、まだ続きます。Imagine a game of musical chairs with ten players and eight chairs. っっていううに言って言ますはい、この状況を思い浮かべてみましょう、想像してみましょうってやつですね。はい、よく出てくるやつね。こうだと仮定しましょうのサポーズとかもよく出てくる。もうよく出てくるよね。はい。ゲームミュージカルチェアーズで、10プレイヤーズと8チェアーズがある状況をはい思い浮かべてみましょうって言ってますね。はい、思い浮かべてみましょうか。チェアーズが8つあると。1、2、3、4、5、6、7、8と。はい。

ね、はい。で、でミュージックが飛ばると。で、プレイヤーたちがアテンプトしようとする。セレン・ワン・オブ・ザ・チェアですね。ワン・オブ・ザ・複数名詞。よくあるやつですね。はい。そのチェア、そのうちの一つに座ろうとすると。そうすると、those who aren't as quick or are in a bad position っていうのが、これは風雪がか,かかりますね。こういう人々。ははい。い。as quick ね。はい、あこの丸る格好が形容詞であの四角が名詞ですからね。はい。 速くない、そんなに速くないです。まあ、勝つ人たちと比べてですよね。速、えー、くなかったり、えー、良くないポジションにいる人たちっていうのが負けちゃう。まあ、それはそうですね。イストリーゲームを思い浮かべれば簡単ですよね。良くないポジションにいる人が負けるわけですよ。で、regardless of who the players are, two of them will end up losers、ね。はい、regardless of ですね、なんとかに関係なく。 プレイヤーが誰だかに関係なくですね。はい、そのプレイヤーたちが一体誰なのかっていうのに関係なく、2 of them ですね。その2人は、エンドアップ、ルーザーになっちゃいますよって言ってます。はい、SVC 取れるんですよ、エンドアップってね。エンドアップハッピーとかって出たこともありますよ。形容詞がね、て出たこともあります。エンドアップ ING が有名じゃないですか。 ね、これ結局何々するっていうのが有名なんですが実は保護が出てきたりすることもあります。全知識が来ることだってありますよ。うん、だから今まではだってこれ書いてあったよね。誰が負けちゃうのか。Who loses out? ですね、ほら誰が負けちゃうのかゲームの中っていうところにばっかり注目がいってた。でも誰かなんて関係ないんだって言ってるわけですよね。必ず2人は負けるんだよ。 ですね、だって八つしかチェアがないわけですから十人いたら必ず二人は負けるわけですよ。よどんなことがあったって二人はルーザーになるわけですよここね。はい、ここのルーザー二人ですよ。どう考えたってピエンピエンになる。あれ、ピエンに見えないから。ピエンピエンになるんですよ、この人たちはね。That's a powerful analogy to use.、ね、それは使うのにパワフルなアナロジーだよ。ですね。はい。And え、That's c a p t u r e ですね。はい、実際それ掴んでるよね。で、何を掴んでるのって言ったら、え、What's happening in the United States? ね。はい、アメリカで一体何が起こってるのかっていうのをちゃんと捉えてるよね。よく捉えているよね。っていうふうに言ってるわけですね。はい、What's happening? わかりましたねこれで。えわかんないですかはい。 だからこの例えっていうのが何かって言ったらまあ例えばお金でもいいですよでお金を稼げるお金持ちになれる機会っていうのがこの椅子だったとしましょうねどんだけ頑張ったって8人しかお金持ちになれなかったら2人の人はどういっちゃうわけですね2人の人はどうやったってお金持ちになれないわけですよで同じように これがじゃあ仕事だとしましょう。いい仕事だとして、いいポジションにつける仕事だったとしたら、8人の人はいい仕事をゲットできても、2人はどうやっても負けちゃうわけですね。どうやってもいい職につけない。じゃあ、どうすればいいのね。 じゃあ、まあ、大学入試のため勉強してる人も多いと思うので、これが大学入試だったとしましょうよ。大学入試だったとして、あなたがいい大学に行きたい。でも、どうやったってポジションがこれだけしかない。8人ね。人分しか椅子がないのに対して、10人で入学試験を受けたら必ず2人は負けるわけですよね。そう。そういうことなんです。じゃあ、1番いきますね。ポジションでプレイヤーズ more fairly ですね。はい。もっとフェアにポジションを考えましょう。ですね。 フェアに考えたところで絶対二人負けるんですよ。関係ないですね。どの位置に置こうが、あなた足が速いから100メートル離100メートルだと離れすぎか、めっちゃ離れてね、あ、あなた足が遅いし、肥満だし、じゃあ近くに行きましょうって言ったって、そんなこと言ったって必ず負けは出るんですよ。そう。それは避けられない。必ず負ける人が出てしまうっていうのが問題なわけですね。で、2番、increase the number of chairs。そうです。負けちゃう人が出ちゃうんでしょ だったら増やしてやればいいじゃないってことですよ席が10個あれば10人みんな座れるんだから負けることはないよねそう誰がやっても関係ないわけですよ貧乏だろうがお金持ちだろうがみんなチャンスがあるよねっていうそういうアナロジーですねだどういう人がね勝てるかじゃなくてそもそも勝てる席がないんだよっていうことです 成功に例えるんだったらそもそも必ず敗者が2人出るようにできてる。絶対に全員が成功者になれるっていう状況ができてないんだよっていうのがこの筆者の言いたいことなわけですよ。アメリカだったらでもっといろんな状況で椅子が少ないと思いますよ。ね、椅子が2個でそれで10人が戦うとかっていうね。 はい、そういう戦い。まあ、なんかね、早稲田とか慶応の入試みたいな感じですけど、そういう風になってる。だから、みんなにちゃんと機会を与えてやんなきゃいけない。そう。offer financial help to the losers。 どうやってね、お金のヘルプをファイナンシャルヘルプファイナンシャルエイドを与えてあげるかなんか関係ないわけですね。この人たちをどうしてあげようっていうのに注目するんじゃないんです。負けてる人たちを助けようとかどういう人が勝者なんだっていうねそ誰がっていうものじゃない。そもそも機械をみんなにです、ね、10個にしてやんなきゃ、ね、10人いるんだったら10個の機械、席を10個にしなきゃっていうのが言いたいことですからね。 スパプレイヤーズウォライクリートゥーローズ。誰が負けるのかですね。そいつをスポットですね。あ、これこいつだっていうふうに、ね、焦点を当てる見極めるっていうね。そんなのはどうでもいいですね。そう、どうでもよくはないけど。はい。そういうところに注目するんじゃない。それは今までの注目してきたところです。そう誰なのかじゃないんですよ、ね。問題は席を全員分用意して解決するってことです。はい。なぜルーザーが出てしまうのか。それはそもそも席が足らないから。どうやって解決するのか。席を増やしてやる。 これが社会科学者たちがやんなきゃいけないことなんだよ。 っていう話だったわけですね。はい。わかりましたかはい。こういうふうにね、格差っていうのはよく出てくるトピックですから、えー、知っておいてくださいね。まあ、アナロジーっていうのは、慶応の SFC とかもよく問いますので、ぜひともね、これ解けるようになってもらえればなと思います。はい、はい。ぜひね、これ続けてほしいと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そんなに大変じゃないので、これまあ、この後編集してみて、どれだけ大変か、ね、編集があって見てみますけど、はい。ぜひともよろしくお願いします。はい。ご視聴ありがとうございました。天気